で、あとスタートですけれども、ローリングスタートです。で、先導バイクですね、前に。ここから35周回 29.75km での E1 クラスターの決勝レースが行われます。まずは1組目、そしてこの後は2組目のレースです。では先ほど行われました J フェミニンツアーの表彰式、そして JCF 登録の女子の表彰式も行います。さあまずは1周回、まずは1周回、さすがリーダーグラジーらしい走りを見てくれます。サタリネット V6 どうか、ここでコントロールラインを通過してきた。3周回完了、残り32周回。さあそれではここでフェミニスターと V6 の女子の投票を行います。それではまず表彰してもらいます。表彰というか、安藤花子選手、続いて3番の川上瑠璃選手、川上瑠璃選手、続いて4番の田中さん、3番川上瑠璃選手、まず3名の選手がここで飛び出しています。さあこの3名の選手の中から、あーいや、もう3名が出てますね。これは4名、さあこの中から1着の選手にスプリント賞が与えられます。今回は JBCF フェミニンツアーの3名の選手お揃いですので、こちらの方から先に表彰式を始めさせていただきたいと思います。JCF 登録の、ゼッケン4番田中雅樹選手、ゼッケン2番安藤加奈子選手、こちらのアナウンス聞こえておりました。またホテルの方までお越しください。それではお待たせいたしました。JBCF フェミニンの表彰式始めさせていただきます。それでは、ここに最後に まず第3位となりましたのは、チームゼロ、ゼッケン7番、ゼッケン2番、アベンチュア、ビクトリアレーシング、中原康選手。中原選手はスプリット賞3つもプロデュースが入ってますね。改めて、橋本選手をお願いいたします。ありがとうございました。改めてフェミニンツアートップ3、森本選手、中原選手、金見選手、おめでとうございます。お疲れ様でした。ではいきなり皆様一度はい、ご交代いただきまして、続いて、フェミニンツアーリーダージャージの贈呈ということに、続いて、スプリント賞、それは発表のみでよろしいですかね。お願いいたします。今回7周目、14周目、21周目と3度あるスプリント賞は全てこの選手が獲得しておりました。ゼッケン2番アベントゥーラビクトリアレーシングチーム、中原康代選手です。おめでとうございます。なるほど。
このアナウンス聞こえるあたりもいらっしゃらないんです。それでは全身非登録女子上位3名の元選手を参りたいと思います。はい、では始めます。女子上位3名の選手、神田花子選手、川上優選手、田中浜崎選手です。改めて大きな拍手お願いします。おめでとうございます。この2名を置いて本田晴輝は現在単独トップです。さあその本田がまだまだコントロールラインを通過している。そこで18人台を完了して11人台目に入りました。残りあと17周から離れた1分9秒2611。さあ配信数周回していきます。今シーズンの本田晴輝のさあ今日は調子がいいというふうに思っているそう。さあそんな半田晴輝オーダータレミング、ここでコントロールラインを通過していきまして19人台を完了。20周回1分9秒台での逃げを形成中です。ただ先頭からのタイムギャップは27秒。そしてその27秒先にはそうこの男本田晴輝オーダートレリンク、ここで本田の台を通過していきまして19周回を完了。20周回に入ります。残りあと15周、ここで3回目の中間スプリットに入りました。それまで全員スリートした。さあ他の会場ではこの中間スプリットというのは全員1回目の中間スプリットを獲得いたしました。これはもう文句ないでしょう。オーダートレリンク本田晴輝です。これまでは稲雨、信濃山形の中井圭人、そしてチームオルカの塩澤海がこの中間スプリントをですね争っていました。それぞれ1回ずつ取っていますが、ここで3回目123番の本田晴輝オーダートレリンクを獲得。さあ追走のこの5名、ここはどうするか。おなんとか追えた。おっとここでメイン集団から1名が追走開始。22周を完了して23周回目。さあ先頭の本田晴輝まもなくやってきます。では第9位に入っております。この本田晴輝先ほどから単独走行であります。
今シーズン直近のレースでは昨日行われました毎日島タイムトライアルでした。この時には第2位の成績を獲得。ロードクラシック広島大会 D1 では DNF ということになっておりましたね。そして群馬の CSC での交流戦でも DNF が83位ということでしたので、今回は非常にこの、かなりボルテージが、ね、上がっているんじゃないでしょうかね。今シーズンは3回優勝をしております。そんな参加した人の追走の勝ち方を伝えました。現在は8名の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 8名27周を完了して28、これはかなり早いペースでこのままそれを維持している。今シーズンでもタイムトライアル、キララ浜のタイムトライアルでも優勝を遂げております。そしてクリテリウム、キララ浜のクリテリウムでも優勝を遂げていますので、これは単独の本田春日ボーダートレーニングはこの後最終コーナーに入ってくる中間スプリント、先ほど3回目を取っていますが、ここでも獲得です。さあ見えてきました本田春日、ここでメイン集団とのタイムギャップは縮まっていますけれども、何度目の本田春日はペースを落とさない。1分8秒目です。ジョギングはまもなくするんじゃないでしょうか。さあそして本日は入りました。残りあと5周、残りあと5周回です。ジョギングは入りました。ジョギングは入りました。前へ向かってこのバックストレートをフォークしますが、今その後ろには本田春日がいました。本田春日から見てみると前を行くのここで4周の表示です。本田春日残りあと4周となります。さあ新しい走りを見ていただきます。この本田春日ボーダートレーニングチームランキングでもトップの本田春日です。さあ実際でも注目の選手としてね、紹介をされているこの本田選手、力強い走りを見せています。南国兵庫県の明石市出身のこの本田春日、かつては心臓病を起こして不登校を乗り越えて国内2位の国立エース3つの、19歳というふうに、まあ、昨年の、ね、神戸新聞でも、大々的に記事が取り上げられてきました。2024年のパリ五輪を見据えて献身的に努力を重ねております。さあそんな本田春日、今シーズンも成績はしっかりとJBCF のレースでは3回の優勝を獲得。まさにもうあと3周ですからラップしてしまうんじゃないかなというメイン集団の位置付けが、今ツアーリーダーリーダージャージを、ね、着ている東優斗選手がいるグループということになりますので、そのメイン集団をもうあとわずかでラップしてしまうんではないかなという、そんな走りです。さあそしておっとおっと来てか、今フェイスとしては1分11秒台と落ちていました。残りあと2周です。残りあと2周です。群馬東日本ロードレースの群馬大会 J1 での優勝、そしてここはもう大手ですねかかっております。今シーズン4勝目を獲得いたします本田春日。昨日は舞島タイムトライアルがこの会場でありました。そこでは第2位と表彰台を獲得いたしましたが、それをさらにもう一段
登ってこの前島での釣りでの勝利をつかみます。さあ中盤後半のあたりにかけては常に単独走行でありました。最高の単独走行走りを見せてくれました。 A 館の逃げでの勝利であります。40分間で行われましたこのレース、見事文句なしの優勝です。本田晴樹オールアウトです。